ユージン・ストーナー、右は、ミハイル・カラシニコフユージン・ストーナーは、アメリカの重機設計者。高校卒業後、航空機会社に就職し、航空機用火器の整備を学び、第二次世界大戦中は、海兵隊に入隊し、太平洋戦線を転戦した。戦後、航空機会社フェア・チャイルドの重機開発部門、アーマライトの技術者となり、スポーツライフルの開発を、次々と行う。 そして1955年に原点とも言うべき AR-10 を開発し、その数年後に AR-10 のミニチュアモデルである AR-15 を開発。これがアメリカ軍に M16 の名前で採用された。その後 AR-15 の製造権がコルトに売却されたことが原因か、1960年代初頭にアーマライトを退社。 キャデラック芸術車に招かれ、パーツの交換で、小銃、機関銃に変化するストーナー63を開発している。その後は、様々な銃器開発会社を転々とした。マルタ会談による、冷戦集結後の1990年5月16日、アメリカを訪れたソビエト連邦の AK-47 の設計者であるミハイルからシニコフと、初めて対面した。二人は、 数日間、語り合い、買い物や夕食を共にするなどして、進行を結んだ。晩年は、相出氏のリードナイツと共にナイツアーマメント社を設立し、M16 をベースにした銃の設計に携わったが、その完成を見ることもなく1997年に、ガンで、その生涯を閉じた。ありがとうございます。